オラホの地域自慢、第一級です。港商栄会、会長三浦達夫さんにお話を伺います。今日が2日目です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。昨日はその新幹線開業に伴って陸奥港の市場と、はい、商栄会さんと、手を組んで何かしようという話が出たあたりで終わったんですが、はい、その辺ちょっと今日は詳しく教えていただけますか。はい、はい、分かりました。はい、お願いします。そうですね、我々この陸奥港駅通りの商店街、はい、港商栄会も戦後間もなくですから、もう60年以上、はい、で市の市場はもちろん終戦後からですから、やっぱり同じような年数経ってるんですけども、はい、残念ながらお互いに協力してやってくるということがずっとありませんでした。ただ我々どちらの商店街もどんどん廃れていく中で、ここの地域は市場をと一緒に市場を確認すればまだお客さんを呼べるんじゃないかなというような感触がありましたので、まあ、ずっと市場の理事長さん、今の方の前3代いろいろ協力をお願いに上がってました。でそんな時に、まあ、平成14年に東北新幹線が八戸駅開業するわけですけども、12月1日今開業ですけども、その春5月に市の方から、八戸市の方から呼びかけがありまして、今これ新幹線が来ると陸奥港、特に漁祭市場を中心に魚屋さんのところに観光客が来るだろうと、八戸はやっぱり海から開けた町で、市場とか漁港とかですね、その辺全国の方々に知れている部分があるので、だからかといって今まで陸奥港の市場の方々は自分たちの方からこう何ですか、宣伝とか売り出しとか、こうそういうお客様に働きかけることをやってきたことがないもんですから、商店街さん協力してくれないかと呼びかけがありまして、で市場の2階に商店街のメンバーとか市場の方々が集まって、まあいろいろ話が出たんですけども、やっぱり陸奥港は市場とともに朝市ですね、はい、朝市も大きな目玉ということで、それまで日曜日はずっと漁祭市場休んでたんですけども、なんとか日曜日を営業して観光客にも対応しようということで始めたのが、日曜新鮮市ですね、はい、これは毎週日曜ですか。いや今ですと4月から12月までの第一日曜日だけなんですよ。はい、結構やっぱり観光客の方を中心に人気は高い。ですね、正直な話、日曜新鮮市は地元の固定客が多いですね。焼き魚が非常な人気で、あとは観光客の方も来ますけども、食事の部分はですね、漁祭市場のちょうど1階の奥のところにご飯とそれからおつゆものが日替わりで用意してありまして、であとはおかずはテナントさんのお刺身でも筋子塩化物でも何でもお好きなのを、かなり安いですね。他の観光地に行った方々は、いやこんなに安くていいんでしょうかつぐらい安い。ただこう宣伝もしてないからですね、まだ穴場みたいな感じなんですけども、でもテレビやなんかで結構取り上げられてますから。そうですね、結構いろんな取材が入ってますから、全国の方々もだから問い合わせも非常に多いです。はい、いかんせんただ第一日曜だけなのでがっかりしてる方々も多いですけども。ああそうか、はい、そうなんですよね。そうですね、でもじゃあだからといって、じゃあ毎週日曜やってくれっつうのも難しいんでしょ。まあそうですね、今現状やられてるメンバーですとやっぱり高齢化してますし、なかなか普段がですね、月曜日から土曜日までは本当に朝早くからやってますのでね、なかなか今の方々だけで毎週日曜日っつうのはやっぱり厳しいと思いますね。もうちょっと幸い八戸市営の漁祭市場ですので、
あの市の方からのこうバックアップもあれば違うかと思うんですけども、私の母なんかも昔はね、あの車なかったんでバスで睦弥港に買い物に来たりしてたんですよ、うん、だからそういう印象があるので、魚っていうと睦弥港なんですけどね。そうですね、あのいや本当にそうだと思います。あのここで生まれた方がね、あの睦弥港で買い物してないというのは非常にあの不幸なつかのことだと思います、ね、ただあの本当に今若い方々はあの睦弥港の市場というのがどこにあるかというのも知らない方も結構いると思うんですよ、もうこの時代、はい、だからもうあの自分たちの方から発信していかなければ、はい、あの観光客の方が逆に知ってこう来ますけど、市内の方々で全然知らない方も多いんじゃないかなと思います、ね、はい、どこ行ってもあるようなタイプじゃなくて、本当にここはですね、あの裸電球の全然昔と変わり映えしないようなその雰囲気が、逆にあの観光客の方からすれば非常にあの面白い、ね、そうだと思いますね。イサバのカッチャコンテストも今年もあるんでしょ。そうですね、あの平成15年から始めて今年は10回目になりますね、はい、まあ、あの10回目ですので東海市さんも何かと思ってるかと思いますけども、これから考えなきゃと思ってます、はい、これは結構大きいイベントになってきました。まあそうですね、あの当初はあの新幹線に我々商店街がまあ平成14年から関わって、まあ、であの一番の方と一緒にまあなんとなくこう観光の方にも関わるようになって、そうすると私なりにこう見えてきたものがやっぱりあのこう休む場所とかつないんですよ、睦弥港に喫茶店もまあ一軒ありますけども、それであの JR と交渉してあの観光案内所、今 のあれもちょうど15年から始めてもう10年目になりますけども、はいはい、やったりで、その話題作りのためにあの睦弥港面白いですよつ格好で始めたのが、まあ、イサバのカッチャコンテストですね。当初はあのコンテストをやって優勝した人 あの表紙にしたあの一番のイラストマップを作ろうと思ったんです。ところがちょっと時間的に同時進行みたいになったもんですから、でもあれが、まあ、偶然あの開催する途中で東海さんと知り合って、当日の朝ですね、徳井さんにお会いしたのは、はあ、はい、紹介していただいたったけども、でもう任せるとそうです。あ、そうだったんですか。そうです、私全然知らないで、ただ漠然と面白い響きですね、ミスコンじゃなくてイサバのカッチャコンテストで、ただああいう紛争はですね、はい、イサバの格好をしてやってもらおうと、うん、そしたらもう徳井さんはイサバのカッチャでもタレントさんとしても活動してましたので、その方を紹介していただいて、当日会ってこういうふうな企画でしたら、じゃあ任せてくださいと、じゃあ任せますと、でそれがもう我々の想像以上にも好評になってしまって、それでも毎回まああのもはなんかもう半分ボランティアで来ていただいてますけど、そういう歴史があったわけですね、はい、さあ、あの2日間いろいろとお話をいただきました。今後どうなっていくでしょう。そうですね、まああのまあ、いろんなところが、まあ、大変でですね、まあ、特に我々商店は こうあちこちでこう長くやってこられた老舗も大変な状態でやってますけど、まあ、ここの商店街はですね、まあ、あの件数はすぐなくなったけども、結構我々の下の世代があの育ってきて一緒にあの活動してきてる人たちもいます。であと市場もやっぱりこう注目されてますし、あの取り掛かればまだまだあの明るい望みがあるじゃないかなと思いますので、そこはね地域の方々と一緒にまた行政の方からも応援していただきながらあの頑張っていければなと思ってます。はい、2日間にわたりましてお話を伺いました港商栄会会長靴の三浦達夫さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。